で、すぐこっち、よいしょ、はい、よし、じゃあ足柄峠に向けてしばらくずっと走りましょう。ブレイクブレイクブレイク。みんな結構走りますね。いいですな。あ、これ国道1号だったんだ。ん？小田原で国道1号ってことは、あそこの白っぽい建物はこれ小田原城小田原複雑だな。暗くなってきちゃったな。もう5時25分だな。足柄峠大丈夫でしょうか、これから行って。これを左、複雑。お、これカムリクーペじゃん。初めて見た電車。青い車両ってなんだろう、何線だ、小田急かな。この駅すげえな。このマンションとすげえ地形っていうか、マンションが駅なんだ。へえ、面白い。ここ入居者募集だそうです。混んでる。混んでるな。まさかこれは暗い足柄峠を通ることになるんでしょうか。ヤフーナビだったらな、あと何キロで次の経由地って出るんだけどな。このナビタイム出ないから次までがわかんねえ。あー、まだまだそれなりに距離あるな。これは完全に真っ暗な中を走るパターンだね。大丈夫でしょうか。ガソリン入れとこう。よっしゃい。ほい、満タン。180キロちょい走ったみたいだね、今日だけで。うわ、暗い。止まるね、しかし。信号で超止まる。お、でもかなり山になってきたぞ、周りが。また赤です。さっきのとこから 200m。 金太郎のふるさと南足柄市だってさ。ええー、てかもう5時53分だよ。もう2時間くらい早く出るべきだったっていうか、居眠りしちゃったのがあれだったな。失敗だったな。おー、暗いところ向かってますな。でもまだ空が明るいからいいね。まあおそらくもう10分20分するとかなり真っ暗になるだろうけど、まあ真っ暗でも私にはこの LED ヘッドライトがあるから、まあ、前はちゃんと綺麗に明るく照らされるからいいんだけど、凍結、あ、大丈夫か、うん、今日そんなにすっげえ寒くなるわけではないし、まあ、足柄峠凍結の名所らしいけど、うん、おそらく大丈夫でしょう。ほいえ、さすがに早朝とかだとあれだろうけど、今日一日あったかかったし、うん、大丈夫なはず。お、なんとなく上り坂になったぞ。お、登ってる。やっほい。喜んでいいのかわかんないけど。お、あとずっと道なりで経由地だ。 7.2 キロ。おお、どんどん車がいなくなってきますね。横にはけていく。お、ついに最後の1台。さよなら。オールクリア。
じゃああと 6.2 キロ経由地まで。うわ全然車いなくなった。あ、そして気温が下がりましたね、一段階。うわ急にというか気づいたらこんな山の中にいるな。やったぜ。ほい、ハイビーム明るほい。ハイビームこれあれだね、人差し指でやった方がなんとなくやりやすいわ、切り替え。ほらペッペッ癖で親指でやっちゃうな。でも大型撮る時の、うん、あれであんまり変な癖つけない方がいいな、人差し指でとか。教習所の教官そういうとこ見るからね。あーでも教習所でハイビームにすることってねえから大丈夫だわ。ハイビームにするときに人差し指でやって、下ろすときにあの親指でやると早いわ、切り替えが。お、山道ですな人差し指で下げちゃった。慣れないとダメだねこれ。いくら親指の方が下げるの。おおバイク押してた。おそらくこれはもう足柄峠入りかけてるんだよね。この道はもうそこに行く道なんだよね。あーでも夜こんな暗い時に走るのって久々だな、こうツーリングで。買い物行ったりなんかするときは、まあ、街中だけだけど夜も走ったけど、うん、こういう山の中に夜入っていくのっていうのは久々だね。筑波山以来かもしれない。おお気温低くなった。この先路面凍結スリップ注意。おわおお始まってる。もう急カーブ注意とか出てるよ。おいやった。ダダダダもあるけどそんなにでかいダダダダじゃない。また路面が綺麗だね。うん、耳直しました。そっか、割と登ってるね。夜のツーリングっていうのもいいな。ほい、わ寒い冷たい空気が。体と下半身は大丈夫だけど、腕も大丈夫だけど首元を通る風が冷たい。お、トンネル。あー雪ある。なぜここは凍結の名所なんでしょうか。ちょうど風が通る場所だったりするのかな。お、ほい、もうちょいだね。うわこれいいぞこの道。明るい時来たかったけど、うん、車少ないから夜でも面白い。確か足柄峠が11キロぐらいですね。お、経由地付近。じゃあこっからスタートですね。本日最後の山道、この富士山周辺ツーリングの最後の山道です。うん、気温は低いけど凍結するような気温ではないね、まだ今のところおお楽しい、いい道。お、そっちか、そっちに行くんか。ここほい。あ、こっから本格的に始まっちゃう感じ。うわー急にこんななんだね。よいしょおおおおおお、結構きついよ。よいしょ、車いねえな。お、なかなかの峠だねここ。ほい、あ、こういう道だった。なるほど、私の好き系じゃん。お、水が
うわー登るお、車来た。ほい、へえ。うわきつい。ギア下げた方が面白そう。うえー、すっげえ登るね。なんだ今の。でかい溝があった。うわータイヤの跡すげえ。大丈夫ですか道的に。あ、濡れまくってる。おい、上に明かりが見えたけど、そこの上行くのか。うわ行くわこれ。うわすっげー登るねここ。また耳直した2回目。楽しい。そんなにきつくなかった。うわ激しいねここ。今度昼間来よ。初見が夜って。うわタイヤの音もすげえね。路面真っ黒。うわ登る。いいねこの道。こんなにいいところだと思わなかった。あ、車いた。さっきの上で見えたやつだなこれ。こんにちは、こんばんは。うわ登る。お、下りかな。違うな、こっちか。うわーい。なんだこの道。, 笑っちまうぜ。ハイビームがいいな。でも2車線だからいいね。楽しいね。お、下り。おお。これで下りっぽいね。通行注意ん。あ、大丈夫これ。景色の見えると一車線になりましたけども。おお、また静岡県戻ってきた。よいしょ。ん、ずいぶん道の表情が変わるねここは。雪だらけになってきました。うわ本当に雪だらけになってきたぞ。大丈夫かこれ。んんん、右でいいんだな。はい、景色。うん。見えるかこれ。この暗さ。お、富士山見えた。左に富士山ある。こっから見えるかな。ほら、うわー綺麗。お、下に町もあったぞ。あ、もうこれ完全に下ってますね。いやおお、綺麗。本当に景色が綺麗なルートだ。おー、水が、水地帯。ほいえ。ん？また一車線か。
こいで、こういう一車線のところでこのめちゃくちゃ明るいハイビーム、手前も照らされるやつ、優秀だな、この LED バルブ。先にあまり不安が生まれないもんね、よく見えるから。おっ、うわー眩しい。うわ、今んとこここすげえ。うわー、すっげえ景色。うわ、なんだ、誓いの丘って書いてあるぞ。大丈夫ですか？大丈夫です。くらっ。これ逆から言ってもだいぶ楽しいぞ、きっと傾斜強いから。おお、あ、ここな、ちょっと寄れそう。ん？誓いの丘って書いてある、ここか。危ねえ、今のところ。ここ、夜二輪で来る人。うわー、すげえ綺麗。ここ二輪で来る人、さっきの入り口気をつけた方がいい。うわー、止まろう、ちょっと。うわ、すげえ。誰もいねえな、そして。綺麗。この時間来てよかった系じゃない、これ。うわー、これカメラ撮れんのかな、夜景って。言葉を失う系ですね。ほんと綺麗だな。よかったこの時間来て。昼寝しちゃってよかった。一人で金鳴らすか。真っ暗。でも星よく見えるな、ここ。お、オリオン座。じゃあ帰ろう、帰ろうっていうか、まだ峠道の途中だった。あと 4.6 キロあるらしいね、ここ。ほいえ、あと 4.6 キロも下るってか。あ、グローブ電気つけてない、なんか冷たいと思った。じゃあ行きましょう。ここね、バイク気をつけた方がいいわ、これ。おー、危ない危ない危ない。アスファルトなのに砂利が。よいしょ、ほい。じゃあ行きましょう。ここ夜来てよかったな。うわー綺麗、すげー。さっきも存分に見たけど、いいわ。そうだった、結構激しい道だった。県道365号。わわわ、水だらけ。ん？あ、なるほど、中央分離帯があるんだね。冬ツーリングって感じ。工事中？うーわ、すげえ、ここもドリフトコーナーだね、完全に。うわー、この景色どうですか。夜景と富士山とヘアピン。最高だな、やった。この時間来てよかった。皆さんもぜひ夜ね、凍結の心配がないときに来てみてください。お、また一車線か。あ、でも雪が一気に減ったね。あ、また登る？うん、下りだね。全部にガードレールがあるわけじゃないから、ところどころ切れたり全くない区間があるから、すんごい暗いライトだとどっち行っていいか分かんなくなるかもしれない。またこれ時間が良かったね、6時22分。まだ空が微妙に明るいから富士山がシルエットで見えるっていうね。